こんなん買ったんですよ。わかるかな？これが電磁波ガードって言うんですって。生地わかる？ね、変わってるでしょ。まあ、この一番安いやつ、そのアマゾンで。でね、そうそうそう。実験してみようか。どうやってもこう。まあ、いいか。今の実験。さて、まあ、なんか銀が織り込まれてるって、うちのアマゾンでのその、コメント？商品コメントかな。誰か質問してたか、まあ何パーセントとか銀の含有とか言ってたから、まあそれ知らん。メーカーに聞いてたのが、そらそうでしょ。で、メーカーが教えられんっていうのは企業秘密ですね。うちそうなの。わかってる。たとえ思い出しても喋ったからでしょ、それやったら。そんなことでもね、実は AI とか電磁波っていうのはね、めっちゃ安定性が悪いものやねん、もともと。だからみんな困ってるんでしょ。じゃあ結局ね、家庭環境とか、人間関係とか、持ち主のね、スマホとかの持ち主のね、でまあ、その、家、どんな家か、うちはこの家か。そういう関係、あと外どんなとこか、どういう地域か、近所どんなやつかとか、そうなのにめっちゃ影響される、どんな歴史の場所か。地形、湿度、温度、そんなのめっちゃ影響される、家の中、家の外、湿度、温度の違い、めっちゃ影響されるはずで、AI っていうのは。まあ、加熱したら、オーバーヒートしたら、スマホも上がったりでしょ。ね。上がったりが止まっちゃうでしょうか。ね。なんか大事なことしても振りずっちゃうでしょ。かなんなあれ。みんなあれわけやけん。で、あのスカートね。で、これでスカート作ったら安全かなんかあるでしょ。あれブラジャー。ね、どうも。そういう質問があっても面白かったね、そのアマゾンね。それでブラジャー作ってくださいね。そんな質問ちゃうけども。だからね、まあ、こんな、うちの多孔質理論から言ったら、まあ、これも多孔質の一種かもしれない。要するに平面多孔質。じゃあ、そのプリント基板、フォトレジストの、ノリやんね。セラミックから見たら。でしょ？面白い発想でしょ？自画自賛。で、まあ、その、なんていうのか、なんかその、ガーって歩くんかな、電磁石嫌いな人は。結構シーンってするわ。普通の聴覚的に、あ、そらそうや。当たり前やんけ。それってこんな、どうだ？まだシーン。あれ？ちょっとちゃうわ、シーンのレベルが。シーンレベル。な、やっぱりええもんかもしれん。安いで、これ。2000、3000、そのぐらい。4000、そこまでいかんかったかな。で、まあ、結局それ、ね。めっちゃ環境に影響される AI。にとって、まあ、これが効くのはなんとなく分かるような気もしてきたけど、でもそれが中華マーク、あるいはこの、千鳥。あれあ、これでも結構効果あるじゃんみたいな。この服の模様。これはイメージかな、なんかちょっと単に。ね、あ、なんだ、服の模様がそうだったんだって、こんな。ね、よいしょ。ね、チェック。ね、チェック時。チェックから。まあ、割と効果ある。これが単にね。服の木やけどね。でしょ？で、中華の中華料理なのから、ね、あの迷路みたいな、かっこ、あ、迷路、で、実は、自作の迷路作ったら、オリジナル迷路作ったら、AI ってめっちゃ、おとなしいの。困るとか迷うとかじゃなくて、まあ、最初フリーズするかもしれない。AI めっちゃ嫌だって。自作の、自分で迷路作るんだよ、迷路の地図に。よくあれ、こうやってできるまでいく。それを、まあ、このカメラに見てますね。スマホがね。最初、めっちゃ言われるけど、その後かなりな期間、割と従順になりはるよ。ほんまに意識あんのって AI って、嘘多分意識あるから AI 言うてね。嘘、そんなの使ってんのですか。それ、妄想でさ、ちゃんと知らんから。意識あんねん。だから使ってんの、意識あるソリューションやねん。違う、すべての素粒子意識あるの。AI だけじゃなくて。ダビーン、時も、光も、音も、電子も、そうちゃう？陽子、中性子も、そうちゃうじゃん。あれ？新しい科学の次元に突入かな？みんなはね。
科学者も突入してるから、だから AI、AI って使ってはん、開発しはって。じゃあ、それ以外の素粒子もそうじゃないかって、普通思うやん、そんなん。で、実験してみて、あ、やっぱり違うんだってなるかどうかの話だって、その結果出てるかどうか知らんで、普通は他の素粒子も AI みたいに意識あるんちゃうかって思って実験開始したところか、もう済んだところかわからんだけやんか。で、済んでも絶対シークレットやろ。論理学的にそうやねん。文系でもこれぐらいの論理学は科学に対して持っていくな。技術に対して持っていくな。ほんだら、みんな心配してるようなこと、怖くなくなるかもしれないし、まあ、少なくとも仕事できるやつになっていくから。その積み重ねやから、実は。知識の積み重ねちゃうんだ。知識に対してどう反応するかの積み重ねやねん。積み重ねやねん。で、人生。もう一回ね。知識に対してどう反応するかが、どう反応するかの積み重ねが人生だね。知識に対してどう反応するかが君の個性なんだよ。でしょ？そこを磨きなさいってことね。そこを築き上げていきなさいってことね。知識を積み上げてもそれは何だ？そうやね。三途の河原の猿が積み上げる石になっちゃうね。そのことを言ってんの、あの仏教説とかな。わかった。